ずはオリジナルソースが楽しめるお店から。同じものをなるべく出さないっていうのはちょっとこだわりがあります。おいしいランチいただきます。まずは静岡市葵区人宿町通り沿いにあるお店、ビストロハリウ。オープンから10年、フレンチベースのカジュアルなダイニングです。ハリウっていうのは、私の下の名前の春彦からの春から取って、ちょうどオープンした年が辰年だったんで、龍に例えて上り龍とかそういうので合わせてハリウって名前になりました。ランチの定番人気は極みハンバーグデミソース、なんと 200g のボリュームです。7対3の牛、7の豚さん、牛脂を1割入れまして肉汁が出るようなハンバーグにしております。粗挽きにしてますのでいいお肉を使っているような感じになりますね。かけるソースにこだわり満載、丁寧に仕上げる自家製デミグラスソース。牛骨、牛すじなど、あと香味野菜、約4日間かけて煮込んでおります。10年継ぎ足しみたいな形でやらせてもらってますので、まあちょうど10年目みたいな感じになりますね。ジューシーな肉のうまみにデミグラスソースのコクのある甘みが加わり、まさに極みのハンバーグです。魚料理は、私が焼津から魚を毎日仕入れてますので、新鮮な魚を提供させていただきます。あと自分で目で見ていいものをお客さんに提供するようにしております。この日の魚は鮮度抜群の本サワラ。ソテーしましてフルーツの牡蠣ですね。今旬の牡蠣を使ったソースになっております。バターでモンテしたような感じになりますね。秋の味覚いっぱいの鮮魚のソテー牡蠣ソース。サワラも結構3キロ4キロぐらいのやつを使ってるんですけど、油もしっかりしてて、で牡蠣の甘みとあって美味しいと思います。本サワラはふっくらして柔らか食感、バターの風味と牡蠣ソースの優しい甘さがとっても合うんです。豚は結構旨味が出ますの で今回赤ワインとトマトソースでさっぱりした感じので、旬のキノコを使ったソースになっております。ソースは赤ワインやキノコの風味がほんのり効いていて、香ばしく柔らかく仕上げた豚肉と相性抜群。週替わりで毎回なるべく被らないようにずっと変えているような感じになります。同じソースを作らないこだわりが常連客に評判なんです。さらにお得なセットを追加すると450円で前菜やデザートが少しリッチな気分で味わえます。そしてテイクアウトの葉流弁当は5種類のおかずが入った豪華版、10個から注文できますよ。肩肘張らないカジュアルなランチが味わえるビストロハリウです。